ございます。4月16日土曜日の朝です。今朝も冷たい雨が降っています。一度夏の気温を経験した体にはこの 2,3 日は厳しい寒さになっていますが、体調を崩していませんか？ゆっくり体を動かして体を内側から温めていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして床と体の接地面に気持ちを向けてください。右の肩を床から浮かせたり、左の肩を床から浮かせたりしてください。ぐいぐいやらず楽に。そうすると体のどのくらいが動き出すでしょう。ゆっくり動きをやめて頭を左右に傾けてください。これも楽な範囲で、適当なところで動きをやめて両膝を立ててください。両手は天井に向けて持ち上げて手のひらを合わせます。肩は床にストンと落として力を抜いてください。右手が天井に向けて動きます。で戻ります。左手はその場にいたまま、右手はゆっくり左手の手のひらをスーッと撫でていって天井に向けて近づいていって、ゆっくりまた元の位置に戻ります。この動きを何度か繰り返してください。最初から大きく動こうとせず、優しく優しくそっと動いてください。肩甲骨はいつ床から浮いていくでしょう。そして戻ってきた時に肩甲骨、肩が床に戻るまで観察してください。そして呼吸をゆっくり 2,3 回してください。この動きを何度か繰り返してください。その動きに加えて、今度は右の足の裏で床を少し踏んであげてください。そしてゆっくり力を抜きます。右手が天井に近づくときに右足で床を踏んで、力を抜いて指先が元に戻ります。この動き、お互いの動きがやりやすいように動いてください。右足で床を踏むと骨盤は
左に転がって、左膝は左に傾いていくでしょうか。この動き、できるだけ楽に楽に繰り返してください。では、ゆっくり動きをやめて、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。どちらが床に優しくついているでしょうか。両膝を立ててください。同じような体勢をとってください。今度は左手が天井に近づいたり戻ったり、優しく優しく繰り返してください。何度か繰り返していくと体の他の部分どう動いているのか気持ちを向ける余裕ができるでしょうか。どこが床に強くついていってどこが床から軽く浮いていくでしょう。この動きに加えて左の足の裏で床を踏んでください。そしてゆっくり戻ります。戻ったら、ゆっくり呼吸をして、少し時間を置いて、また同じ動きをしてください。できるだけ力を入れている感じや、頑張ってる感じにならないように、楽に楽に動いてください。呼吸は止まっていませんか。普通にしている呼吸が乱れないように、そんな動きをしてみてください。戻ってきたら今度は交互に天井に向かって近づいてください。背中は床の上でどう動くでしょうか。骨盤はどう転がりますか。動きに慣れてきたら、徐々に動きを速くしてください。軽く、速く、軽く、速く。体全体にはどんな動きがあるでしょう。では、徐々に動きをゆっくりしていって、動きをやめてください。両手両足を床に預けてください。床と体の接地面、今日最初に仰向けになった時と床との関係はどうでしょう。優しい関係になったでしょうか。
右肩を床から浮かせたり、左の肩を床から浮かせたり、この動き、最初に比べてやりやすくなりましたか？頭を左右に傾けてください。ではゆっくり動きをやめていって起き上がってください。はい、肌寒い朝ですけれども、多分今日は午後から太陽が見えてくると思います。良い一日になりますように。ではでは。